この悪夢はいつまで続くのでしょうか。夢でいつも黒いオーラが現れます。いつも怯えたまま目を覚まします。君がこれから経験する世界は広い。わしを頻繁に訪ねてくれ。君のための話だ。成就のために誰かを抑える必要はない。交流と探検にかける時間は決して無駄なものではない。エリア村にようこそ。ここには正規軍がいません。私を含む自警団が村を守っています。
海賊の監視をしている。エフェリアは海賊で大変と聞くが、ベリアも心配だな。村の村長は元気かね？よく来た、キイ。魚が新鮮だ、キイ。新鮮だ。美味しそう。すいませんよ。ベリア村にようこそ。倉庫を使うおつもりですか？ちゃんとやってってば。しっかりして。邪魔をしないでください。ほら、トラップにかかった。演奏できる。うちの村は平和だから、気楽に休んでいくといい。それ詐欺だ。大きく演奏しておくれ。ドワーフって何？聞こえない。私の方がうまいのに。もしかして残念だ。詐欺じゃないかな。ほら、トラップにかかった。俺の勝利だ。いい、すごくいい。夜はちょっと恥ずかしい。向こうに願いを祈るんだって。月明かりを干渉しませんか。俺も演奏できる。本心で言うと、私は鍵屋ではありません。背が小さくて見た目が悪い。私？私のこと？いいよ。一発くらいたいか。
金をくれたら。戦争は悲劇だが、時によって喜劇にもなる。見直しが必要か見てみようか。どれ、選んでみてくれ。直接武器を製作することもいい。手によく馴染むんでな。誰が何と言ってもサントは私の息子です。何かご用ですか？ベリア村のメンテナンスを担当しております。武器製作をする前に道具から作った方が役に立つはずだ。宝石の価値は美しさではなく力にあります。私の宝石を使用すると冒険が楽しくなります。宝石への投資を惜しまないでください。投資した分だけ強くなりますから。Thank you.
ロバや馬を預けたいのですか。よくぞいらしてくださいました。乗り物は一頭しか利用できませんので注意してください。馬は捕獲や直接購入で手に入れることができます。私は偉大な冒険者を夢見ていたが、結局戻ってきてしまった。少し後悔はしている。孫娘エマが悪夢を見ていて心配だ。釣りがしたいのなら海辺もいいし、小さな島もいい。骨堂にお宝が存在するという話は全部嘘だぞ。洞窟ではないよな。ロバや馬を預けたいのですが、よくぞいらしてくださいました。
乗り物は1頭しか利用できませんので注意してください。馬は捕獲や直接購入で手に入れることができます。ハイデルには大きい馬の市場があります。今から検問を行う。冗談だよ、冗談。バレノス育ちではなさそうだ。冒険者か？俺は冒険者が好きだ。彼らは自由という名の宝を持っている。
だから来たのか。会えて嬉しいぞ。うちの兄貴曰く、石を見るときは金を見るようにだそうだ。うちの兄貴が誰だかわかるか。大ハイデル最高の訓練教官だ。最近の冒険者たちは肝が据わっていていい。ハイデルを訪問するとは。君はベリアから来たのか。から来たのか。会えて嬉しいぞ。うちの兄貴曰く、石を見るときは金を見るようにだと。
屋から来たのか。会えて嬉しいぞ。こうやって出会ったのも何かの縁だし、握手でもするか。うちの兄貴曰く、石を見るときは金を見るようにだそうだ。訪問するとは、私たちがカルペオンの戦争で負けたことを知らないのか。砲弾はこの俺、バイフの手から作られるんだ。さあみんな頑張れ。今日の仕事はほぼ終わったぞ。私のせいで頭が痛いんだ。労働者にとって脅威となっているんだな。いまいましい奴らめ。あ、君じゃなくてインプのことだよ。君、カートを動かした経験はあるか？
砲弾職人のバイフストーナーとは俺のことだ。一度は聞いたことはあるだろう。最高の砲弾はこの俺、バイフの手から作られるんだ。仕事が欲しいか？あいつらぐらいの根性。頑張れ。今日の仕事はほぼ終わったぞ。妊婦たちのせいで頭が痛いんだ。労働者にとって脅威となっているんだな。